彼は一流企業に内定をもらってるのよ。何にもできない高卒のあんたとは大違い。姉の結婚式に呼ばれて、俺は姉に新郎を紹介されていた。俺のことを快く思っていない姉は、俺に辛辣な言葉を投げかける。ずっと親に迷惑をかけて、そんなんで恥ずかしくないのかしら。一生面倒を見てもらう気なんでしょうね。引きこもり生活もいつまで続くかしらね。それに比べて私の夫は優秀で、一流企業の社員になる立派な人よ。姉はそう言って新郎に腕を絡ませる。君が噂の美代さんの弟か。聞いた通りで、見た目も想像通りだ。体も細いし、なんて頼りない。そんなのではまともに生きていくのは無理だろう。まあ俺たちには頼らないでもらいたい。せっかくの幸せを壊されたくないからね。いくら義弟と言っても、君の面倒は見たくないよ。もう二度と僕たちに関わらないでくれないか。初対面の新郎は悪びれもなくひどいことを言う。こんなやつと一緒にいるとこっちまで不幸になっちゃう。ねえ、もう行きましょうよ。ああ、そうだな。くれぐれも俺たちに関わるなよ。そう言って離れようとする二人を俺は呼び止めた。本当にもう関わらない気ですか？新郎が振り返る。しつこいぞ。美代さんの家族だからと優しくしてれば調子に乗るな。もう関わるなと何度言ったらわかるんだ？俺に向かって凄む新郎に俺はあるものを手渡した。それを見た新郎はみるみる顔を青くさせる。そしてこれからこの二人を待っているのは最悪の結婚式だった。俺は中川春樹。今でこそ人並みの生活ができているが、昔は体が弱かった。持病を発症したのは中学生の時だ。突然の胸の痛み、息苦しさ、それは日を追うごとに辛さが増す。病院で治療を受けるとしばらくは大丈夫だが、なかなか完治せずにすぐにまた再発する。中学生が発症するのは珍しいらしく、俺はこの病気と付き合いながら生涯を過ごすことになる。俺は不幸だ。恵まれない体に生まれてきた。当時は悔しくて悔しくて仕方なかった。治療をしても何度も再発する。頻繁に再発する前例は少なく、医者も頭を悩ませているようだった。入退院を繰り返して学校も休みがち。治療を重ねてもいつまた発症するかわからない恐怖を抱えながら学校生活を送らなければいけなかった。治療と療養を終えて登校すると、同級生は優しく接してくれた。それを嬉しいと思いつつも、流行りの話にはついていけない。心の奥にある寂しさは消えなかった。医者からは激しい運動や吹奏楽は控えるようにと言われる。体育はいつも見学だった。おかげで体は細く、年齢の割に何とも頼りない。思春期だったこともあり、そんな自分を嫌悪していた。両親が優しかったのは救いだった。体の弱い俺を心配して、俺でも過保護だと思うほどに甘やかしてくれた。欲しいと言えば何でも買ってくれたし、いつも気にかけてくれた。あまりに甘やかされる俺を姉が快く思っていなかったのは明らかだった。母と姉はよく口喧嘩をしていた。また春樹にゲーム買ったの？この前も買ってたじゃん。私だって服とかアクセサリーとか買ってよ。みよ、春樹はみよと違って外で遊んだりできないのよ。ずっと家の中にいなきゃいけないから辛いのよ。だからってなんで春樹ばっかりなの？甘やかしすぎよ。みよはお姉ちゃんだから我慢して。春樹は大変なんだから。何回説明したらわかるの？わかんないよ、もういい。そして勢いよくリビングのドアが閉まる音が響く。自分の部屋にこもっていてもそんな怒鳴り合う声が聞こえた。嫌な気分をごまかすようにゲームのコントローラーを握る。ある日、俺は持病が再発して咳き込んでいた。その時に姉と目が合った。姉は何か嫌な生き物でも見るような目で俺を一別して、特に何も声をかけることもなく自分の部屋に戻っていった。ほんの少しの優しさもなく、まるで侮蔑するように去っていく姉を俺も嫌いになった。
同じ屋根の下に住んでるのにお互いに話すこともない。そんな日常を送っていたある日、また持病が再発し救急車で病院に運ばれた。そこで意識を失い、そのまま緊急手術となった。手術から目が覚めた時、俺はまだ自分が生きていることに驚いた。手術は処置的なもので根本的な解決を見込めないものだった。その日から俺は長期入院となった。権威ある医者が俺の手術をしてくれるらしいのだが、今日明日というわけにはいかない。その医者の日程が空くまで病室のベッドで過ごすことになる。その当時の俺は高校生だ。みんなが青春時代を送っている中、俺だけがのけものだ。こんなくだらない人生なら、なんて嫌な考えも浮かんでしまう。深夜の病室で涙を流すこともあった。押しつぶされそうな絶望の重さを少しでも紛らわそうと、俺はネット対戦のゲームに熱中した。ゲームの中なら思い通りに動いて戦える。その時間だけが不幸ではなかった。ランキングに名を連ねるほどに強かったが、いくら勝っても自分の人生に希望は持てなかった。しかしそれは意外な形で人生を変えるきっかけになる。ベッドの上でゲームの対戦の合間に一息ついていると、隣のベッドのおじさんが話しかけてきた。やあ、さっきから熱心にゲームをしているね。そんなに面白いかね。彼は新里さんと言って、昨日から俺の隣のベッドに来た人だ。面白いですよ。よかったらやりますか？俺はゲーム機を差し出す。いいのかい？退屈で仕方ないから嬉しいよ。やり方を教えてくれるかな？俺は初対面のおじさんに対戦ゲームのやり方を教える。俺みたいにうまくキャラクターを扱えない新里さん、それでも教えるごとに少しずつできるようになっていく。新里さんは喜んでくれた。今まで誰かに何かを教えることなんてなかった俺は、それが嬉しかった。いい気晴らしになった。翌日、新里さんにお見舞いの人が来る。新里くん、君に頼まれていたのはこれで合ってるかね？日高さん、ありがとうございます。これで合ってるよね、春樹くん。新里さんは俺と同じゲーム機とソフトをお見舞いの人に頼んでたらしい。新品の本体とソフトのパッケージを俺に見せてきた。同じやつですね。二人でチームを組んでやりましょう。俺は仲間ができたと思って嬉しくなった。素人も素人だが、普通の戦いに慣れた俺にはいい刺激になったし、まるで先輩になったような気分だった。ゲームに夢中になる二人に見舞いに来た日高さんが笑っていった。新里くんにこれを頼まれた時には驚いたが、そういうわけだったのか。その日から俺と新里さんはゲームの中で戦友になった。ゲームの合間にお互いのことを話す。俺とは違う病気だったが、新里さんも体は弱い、入院も多く経験しているらしい。いわば俺と同じ境遇の人だった。人生の先輩を見つけたような気がした俺は、自然と新里さんに自分の悩みを相談することになった。今までは誰にも相談できなかったことだ。自分の病気のこと、両親のこと、姉のこと、俺自身の気持ち、一通り話して新里さんがどういう気持ちで今を生きているのか尋ねた。今の気持ちか、君も大変だね。言われてみれば私もそんな風に思っていた時期があったな。何の才能もないどころか、こんなハンデを背負うことになるとはね。正直に言うと今も理不尽に思っているよ。なんで自分はこんな体なんだって。自分の力で生きていきたい、人並みの生活がしたい。昔はそんなことばかり考えていたよ。今はなんとかそれができているから人生は楽しいよ。ゲームでは足手まといで頼りなかったのに、新里さんの言葉はこれでもかというほど俺の心に響いた。自分の力で生きていきたい、誰にも頼らず迷惑もかけず一人前の人間として生きていくこと、最初からそれは無理だと思っていた。しかし新里さんの言葉で気がついた。俺は諦めていただけだ。何の挑戦もしていない。新里さん、どうしたらあなたみたいになれますか？俺もそんな風に生きていきたいです。
期待を込めた俺の問いかけに新里さんは親切に答えてくれた。努力は惜しまなかったよ。ただでさえハンデがある。普通にしていても普通以下だ。努力してやっと人並み。そこがスタート地点だ。人に必要とされるようにしっかりと実力をつけて本当の意味で自信を持った。そしてそれを認めてくれる人に出会えた。日高さんはいい人だ。あの人の期待に応えられるように今も努力しているよ。君はまだまだ若い。目標を持って努力していれば必ず認められる日が来る。こんな私でも必要としてくれる人がいるんだから。俺は悔いていた。これまでの自分の人生を。努力する時間も機会もあった。俺は逃げていただけだ。嘆いていただけだ。辛い辛いと思いながらただ漫然と日々を送っていた。苦しみから逃れるために仕方なく手術を受けて、両親が心配するのをいいことにそれに甘え続けていた。俺はその日から両親にゲームを買ってくれと言わなくなった。代わりにいろんな本をねだった。資格を取ったり、ビジネスに役に立つような本。大学にはもう行けない。その代わり大学生にも負けないぐらい勉強をしてやる。そして同じスタートラインに立ってやる。病気を理由に甘えた生活を続けるのはもう十分だ。一人でも生きていける力をつけるために、俺はまた本を買ってくれと両親に甘える。これが最後の甘えだと俺は心に決めていた。手術をしたが、結局俺の体は完全には治らなかった。うまく病気と付き合いながら必死に努力を重ねる日々を送る。それは今も続いている。あれから数年後、俺は姉の結婚式に呼ばれた。結婚式場に来るのは人生で初めての経験だった。ちょっとしたお城のような建物、ふかふかの絨毯のような廊下、みんなも立派なスーツやドレスに身を包み、まるで貴族のパーティーのようだ。両親と一緒に親族の挨拶をして回る。そして式が始まる直前に新郎新婦の控え室に行く。そこで数年ぶりに姉と再会した。ニコニコしていた姉は俺と目が合うなり急に険しい顔になる。実家にいた時にもほとんど話すこともなかった俺は少し気まずかった。今回の結婚式もできれば出たくなかったが、さすがに家族の一員でもあるし、中川家の面目もある。姉の表情からも俺が来てほしくないことは十分に伝わった。嫌いな姉だが、別に不幸になってほしいとは思わない。邪魔をしないようにとりあえずおとなしくしておこう。そんな思いとは裏腹に、姉はわざわざ俺に新郎を紹介した。両親が新郎新婦の控え室から出て行って、俺も続いて出て行こうとすると、不意に姉から呼び止められる。ハルキ、私の夫を紹介してあげるわ。一人じゃ何にもできない高卒のハルキと違って、とっても優秀な人よ。立派に大学院も卒業して、一流の企業に内定ももらってるわ。春からは一流の商社、桜商事の社員になるのよ。あんたでも聞いたことぐらいはあるでしょう。年収もいいし、将来も安泰よ。春樹とは違ってね。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべる姉に新郎が口を開く。はあ、君が弟さんか。美代から聞いているよ。何でも親のすねっかじりの引きこもりなんだって。うちの妻にも子供の頃は随分と迷惑をかけていたそうじゃないか。確かに俺がこんな体でなければ、両親はもう少し姉にも優しくしてただろうな。そう思うと俺は姉に反論する気も起きなかった。かといって他に何も返す言葉はない。黙ってうつむく俺に姉は言葉を覆いかぶせる。ほら言ったでしょ、春樹は昔からこうなの。自分じゃ何にもできない。本当に誰かに助けてもらわないと生きていけないぐらいか弱いの。あなたと違って随分と頼りないわ。そう思うでしょ。姉に問われた新郎はその言葉を疑いもせずに鵜呑みにした。ああ、君から聞いていた通りだな。気概もなさそうだ。僕の義弟になる人がどんな人かと思ったが、本当に頼りない。体も細いし、覇気がない。
あまり好きになれないタイプだ。そうでしょう。春樹はこれからもずっとお父さんとお母さんに面倒を見てもらうんでしょ。ずっと親に苦労をかけっぱなしで恥ずかしくないのかしらね。本当にその通りだ。春樹くん、恥ずかしくないのか。そんな君とはとても家族にはなれない。この結婚式が終わったらもう二度と僕たちに関わらないでくれ。せっかくの結婚生活、これからの輝かしい人生の中で君の面倒を見るなんてのはごめんだ。分かったら二度と関わらないと約束してくれないか。新郎は真顔で俺にそう言った。俺は心配になって聞き返した。本当に関わりたくないんですか。ああ、僕が優秀だから頼りたい気持ちもわかるが、僕は君とは一切関わりたくないんだよ。そうよ、春樹。あんたをかわいそうなんて思ったことない。あんたがいると周りの人たちが不幸になるの。私たちは幸せだから、もう関わらないで。ミオの言う通りだ。わかったか、春樹くん。あまりにひどい。好きで周りに迷惑をかけているわけじゃないのに。俺は心底落胆した。それは残念です。わかりました。桜商事への内定は取り消させていただきます。いいご縁だと思ったのですが。あはは、冗談でもそういうことは言わない方がいい。美代さんの弟だからと優しくしてればあんまり調子に乗るな。どうやって僕の内定を取り消す気だ。本当よ、春樹。ついに妄想までするようになったの。いよいよもうダメね。人をバカにするように笑う新郎新婦に俺は名刺を取り出して渡した。何よこれ。姉は名刺を見もせずに捨てたが、新郎の方は違った。もう行きましょう。いつまでも春樹なんかに構ってられないわ。新郎の腕を引っ張る姉。しかし新郎は固まって動こうとしない。ちょっと待てよ。どういうことだ。そんな、これって。うろたえる新郎に俺は自己紹介をした。あなたに内定を出した桜商事の総務課長と兼任で人事部長をしております中川春樹です。何が起こっているのか分からずに固まる二人。新郎はただ名刺を持って震えるばかりだった。やがて姉が絞り出すような声を上げる。なんて春樹なんかが。春樹なんかが。まあ姉がそう思うのも当然だ。確かに姉が知っている頃の俺はこの体を理由に逃げてばかりだった。一切の努力もせずにただ甘えて生きているだけに見えただろう。大学の受験勉強もせずに毎日ゲームばかり。勉強も部活も頑張っていた姉から見たらさぞ憎かっただろうな。だがそれは俺が新里さんと出会う前の話だ。あの日から必死に勉強をして様々な資格も取った。講演会なんかにも積極的に参加したり、ビジネス書も片っ端から読んだ。新里さんが先に退院してからも俺は努力を怠ることはしなかった。それどころか新里さんにゲームに誘われなくなってからより自己研鑽に打ち込んだ。起きているほとんどの時間をそれに費やした。気が狂ったように勉強に励む俺を両親も応援してくれた。俺のことを心配してくれていた新里さんは時々俺に連絡をくれた。難しい資格も次々に取得して連絡をくれた新里さんに自慢をした。そんなある日、新里さんのお見舞いに来ていたあの日高さんから連絡をもらう。新里くんから聞いているよ。ぜひうちの会社への就職を検討してくれないか。日高さんは社長らしい。そして新里さんはその会社の秘書だった。人生を変えてくれた出会い、そしてその二人の期待に応えたい。そう思った俺は迷わずに入社を希望した。そして苦労しながらも異例の速さで昇格することになる。社内では天才だと言われることもあった。特別な才能じゃない、たまたま努力できる環境があったからだ。若いし上司というからではない。そう思って昇格を辞退しようとするも、周囲の人たちに励まされ若くして重要な役割を拝命することになった。まさかあの時病室に来ていた日高さんが桜商事の社長だとは思ってなかった。
それにまさか姉の結婚相手が桜商事の入社試験を受けるなんて。公平に見ても優秀だった彼の書類に採用のハンコを押したのは紛れもなく俺自身だった。ただ彼がこんな人だとは思ってなかったが、俺と関わりたくない以上入社もしたくないでしょう。試験も面接も優秀だったと聞いておりましたが残念です。せっかくの結婚式で仕事の話をして申し訳ない。俺はそう言って頭を下げた。新郎は姉に声を荒げた。ミオ、なんで教えてくれなかったんだ。そんな、だって知らなかったわよそんなこと。新郎に言い返す姉に俺は聞いた。父さんか母さんから聞いてないのか。あんたの話なんか聞くわけないじゃん。だってあの春樹が。そう言いかけていた時、式場のスタッフが新郎新婦に声をかける。そろそろお時間です、こちらへ。案内に連れて行かれる二人を見て俺も控え室から出て行った。自分の席に戻って隣の母に尋ねた。なぜ姉は俺のことを知らなかったのかと。姉は俺の話をしようとする両親を遮り聞く耳を持たなかったそうだ。やめて、春樹の話なんか聞きたくない。そう言い続ける姉に両親は諦めた。だが今回の結婚の一件で二人が仲直りできるかもと期待を寄せていたそうだ。それがあんなことになるとは。俺は言いづらかったが事の顛末を両親に話した。両親は考え直してくれと言ったが、俺にも仕事の責任はある。多くの人と関わって多くの情報に触れる仕事の性質上、いくら優秀でもあの人間性では心もとない。新里秘書も日高社長も常々言っている。どんな理由があったとしても人を見下すような人間が一番嫌いだ。そんな人間をいくら偽計だからといってもとても採用できない。結婚式は最悪の空気だった。父の腕を取ってバージンロードを歩く姉の顔は不機嫌極まりなかった。迎える新郎の方もムスッとした顔を崩さない。まるで喧嘩中の夫婦みたいな状態で式は進行する。それならまだ良かったが、やがて二人は来賓たちの挨拶もそっちのけで口喧嘩を始めた。俺たちにはどうすることもできない。見かねた式場のスタッフさんが二人をなだめる。年齢や落ち着き具合から上の立場の人だろう。叱るように注意された新郎新婦はお互いにそっぽを向いて、ついには一言も話さなくなった。結婚式はなんとか終わり、俺は数日間二人からの連絡を待った。せめて弁明や謝罪があれば社長に掛け合って交渉できるのに。そう思っていたが、二人からは何の連絡もない。両親に聞いても首を横に振るばかり。俺の話となると前にも増して聞く耳を持たないらしい。俺はありのままを社長に相談するしかなくなった。もちろん正式に内定は取り消されてしまった。彼ほど優秀なら他に就職先もあるだろうが、心配なのは結婚生活だ。あの二人はうまくやっていけるのだろうか。後日両親づてに二人の話を聞いた。こちらの心配をよそになんとか結婚生活を送っているそうだ。姉は新郎に嫌われて冷たくされているそうだ。さすがにその境遇に申し訳なくなったが、これをきっかけに大切なことに気づいてもらえたら嬉しい。努力次第で人は変われる。たとえ自分にどんなハンデがあったとしても、それは乗り越えられる。新里さんがそうしていたように、俺にもそうすることができた。自分を信じて諦めないこと。そうすれば自分を認めてくれる人が現れる。努力は必ず報われる。俺はこれからも生涯をかけてそれを証明していこう。持病が再発して、また入院することになった。久しぶりに病院のベッドに戻ってきた俺。その隣で一生懸命にゲームに夢中になっている青年がいた。懐かしくなって俺は青年に話しかける。随分と面白そうだね。俺も昔はよくゲームをしてたんだ。よかったら見せてくれないかな。青年はゲームを見せてくれて、俺にやり方を教えてくれた。俺はそのゲーム機とソフトを買ってきてほしいと新里さんに連絡した。彼と仲良くなり、退屈な病室の中で二人でゲームに熱中する。彼もまたハンデを背負って生きていた。ある日の夜、青年は俺に胸の内を明かしてくれた。俺もそうだった。まさに
昔の自分を見ているようだった。今度は俺がこの青年に努力の証明をしてみせる番になった。努力は必ず報われる。俺たちがそれを証明してやろう。